麻雀ファンの皆さん、こんにちは。本日はフォーカス M シーズン7、63、64回戦の模様をお届けしてまいります。実況を務めます太田博子です。よろしくお願いいたします。そして解説は藤島健次郎プロが務めます。藤島プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは本日の対局メンバーを紹介してまいりましょう。はい、まずはこの方、ちいちゃに第11期 RMU クラウン優勝、斉藤豪。続きまして、なんちゃ、現在 A1 リーグ所属、一つ井深夜。続きまして、シャーチャ、第32期、37期10段位、柴田義和。最後にペイチャ、コナミ麻雀ファイトクラブ所属、伊達ありさ。以上の4名での対局となっております。それでは62回戦までの成績表を見てまいりましょう。はい、こちら黄色く塗られている部分が今までの今回対局メンバーの成績表となっております。上から8位、一つ井深夜 102.2 ポイント、続きまして伊達ありさ20位、マイナス 8.9 ポイント、そこに続くのが25位斉藤豪、マイナス 27.7 ポイント、最後に36位、柴田義和、マイナス 153.2 ポイント。こちらの4名での対局となっております。それでは対局場の準備ができているようです。フォーカス M シーズン7、63回戦、当杯の開始です。お願いします。なお、ルールは一発裏ドラ、赤ドラありの M リーグルールで、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。改めて藤島プロ、本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで、親番斉藤の手配こちらになっております。かなりまとまってますね。はい、ドラはパーソーです。さあ、一つはちょっときついか。ドラはある。あ、トンアンコった。ここもいいですね。いいですね。柴田、トンがアンコになります。伊達はイーソー統一で、まずまずですか。はい、両面は多いです。これでもいい3点ですね。はい、注目はやはり親の斉藤とトンガアンコ、こちらの柴田の手配でしょうか。そうですね、まあ親の斉藤さんはね、あの早いけど打点はつかない、うん、一転して柴田義和さんは打点もつきそう、二差しの三色までね伸ばせれば。はい、さあ、そしてここで数ピン、これ選択ですね。はい、ここはローソーを切って、ローソーを一枚ほぐす形ですね。はい、こちらがパーソーというのも要因となってますか。まあ浮かせ打ちってやつですね、これは、はい、いわゆる。あ、二差しにシャンテンになったもん。これで伊達も見えるようになってきた斉藤、はい、伊達さんも差し越し頃、はい、これで選択ですね。はい、これ何切っていくんでしょうか。通常はつもぎりとします。斉藤、さあ、一つにも白が統一になりますが、ここはペン三品の受けを払っていきます。さあ、各社手配整ってきてはいるんですが、斉藤の手配はもうリーチが基本的に本戦ですか。まあ、関東湾が残った時にどうするかはちょっと見たいですけどね、はい。まあ、今スースをね打った、ドラがパーソーだからローソーの方を残したんですけど、はしごとかがあったんで、あ、これで連面連面ですね。はい、スースを残しなんかもありましたよね。確かに、うん。さあ、一つはなかなか手が進まない。そして柴田はここで赤の馬を持ってきて、二刺しはもう3色はいらないってことですね。はい、うわ、刺しごイシャンテン、伊達さんが一気に、あ、でもこれで斉藤さんもリーチですね。はい、テンパイが入ります。斉藤、リャンマンを切ってリーチの選択。さあ、親番から親のリーチが入りましたが、一つはここはもう撤退ですね。伊達さんだけはね、分かりやすく悪かったんで。はい、おー、イーソーアンコになって、伊達、さあ、一発はありませんでした。あ、でもドラドラになった。はい、ドラドラになりました。これ白出たら泣いたりしますか。2枚目の白がドラドラになったんでね、はい、これだと白は泣いてもいいですよね。藤島さんだったら僕は泣きますね。やはり泣くイメージだったんですが、あのね、ドラ表示牌の受けのところのネックがドラが重なったことによってね、こう解消されたっていうのも大きいですね。で、急走もね、まず打ちやすい筋なんで、はい、ポンして急走した、急走してから考える感じになると思います。これなら勝負ありと。はい、さあ、サブローピンなかなか顔を出しません。ここに2枚、ここに1枚、ち
これは入り目、無筋ですね。そうですね、どうするか。あ、切ってきました。天杯。天杯入ります。イーソーを切って、ここは黙って今、サブロワが通って現物待ちになったことで、あと安め引きっていうのもありますよね。ここは現張り待ちで、筋のイーソーも目立たないということで。なるほど。うん、ここはかわしに、かわしの闇点ですね、伊達さんは。これも筋なんで目立たない。はい。さあ、この三蔵に、ポンをしたのは柴田、両蔵を切って、トン、赤一の天杯。さあ、サブローピンは山に残り3枚あります。だってこのパーマンは全く通っていないが、ここはイーソー。この辺しっかりしてますね。はい、筋は1枚も見合わないってことですね。あ、はい、さあ、そして斎藤つもがりました。リーチつもピンフ、裏が1枚になって、2600オールの上がりとなります。柴田は意外と結構押していきましたね。うん、まあ、あの、分かりやすくね、後継のイーシャンテンだった仕掛けも効くってことで、ね、今、そのイースソが薄くなったことで、ね、はい、あの、ポンテン取りましたけど、はい、まあ、これはいろいろあったと思いますね。うん、あの、人によって、あの、受け駒があるんで、降りる人もいるし、はい、トーン一局だから、あの、素直に上がりに向かうっていう人もいるだろうし。選択が結構分かれるような。はい、さあ、そして、親番、レンチャンとなります、サイトの親番です。ドラワペイ。さあ、ドラのペイ1枚あるのは1つ、柴田は白がドイツで赤が2枚、メンツもあります。伊達は、7、8、9、1メンツありましたが。また親がまとまってますね。はい。さあ、このドラドラの手配、どう進めていくのか、柴田。赤2枚あるんで、打ち泣きになるかなとは思いますね。これで、かなりいいな。はい、ここはキューピンを切っていきます。さあ、この白がどのタイミングで打ち出されるのか。数ピンはつもぎり。これでイーシャンテン。はい、斎藤手がどんどん進んでいきます。でイーシャンテンでもあるし、チートイツのイーシャンテンでもある。はい、さあ、一つ犬切ったこのローソー。じゃあ先にイソを切るのかな。はい、ポンをかけて、あ、そして一つ犬はリャンゾーが入ります、ね、うんうん、さあ、この手柴田は上がりたいが、親からの仕掛けが入っている。さあ、ウーワン引いてきて、もうトイトイ一本ですよね、はい、ローソーをポンするってことは、うん、ポンしないとね、数層が入ってたんですけど、はい、そしたらどうなってたかも見てみたかったですけど、ね、そうですね。でもリャンゾー出た。あ、リャンゾー、これは嬉しい。ね、ポンしてテンパイが入ります。三蔵とパーソーのシャンポン待ちは斉藤、うん。パーソーは狙い目ですよね。はい。さあ、まあ、ただ実質ローソーポンしてます。ちょっと一色には見えないけど、トイトには見えるか。うん、まあ、だいぶ牽制にはなりますよね、はい、どちらにしても。あ、ドラ重なった。これはゴーサインかな。はい、これで急走急走、うん、1枚切れなんでこれは打ちやすいですね。さあ、ここで関数のが入って一気に勝負手柴田。うーん、ローソーポンされてますけどサブローソー決めましたね。はい、はい、さあ、ただその白はなかなか柴田欲しいが、伊達からは打ち出されないか。伊達さんはね、もうドラが浮いてるってことで1枚も見合わないっていう判断ですね。はい、自敗で打つとね、あの、7700や12000と言われる。あ、はい、柴田9ピン、あんこにさしてサブローソー待ちの天杯リーチとします。さあ、ローソーは親の斎藤がポンしています。あ、ただここは積もれば26オール。はい、斎藤が積もりました、ありがとうございます。タイヤをトイトイで2600は2700オールの上がりです。なかなかローソーにね、声が出そうで出ない廃止でしたね。はい、うん、これはいい上がりと言えるんではないでしょうか。そうですね。さあ、さらに親番レンちゃんとなります。サイトの親番ドラはパーピン、こちら親の手配となっております。かなりいいですよ。あれ、一通なんかも見えちゃうんじゃないですか、これは。まあ、ドラパーピンなんでね、一通は狙っていくと思いますね。はい、シャープ9万。さあ、一
一対は自敗が多いのが目立ちますね。はい。さしばたも自敗が多くて、伊達はこれはリャンマンがあんこ、白と一で赤ウーピンを持ってきたところ。おっと、さらにドラドラになります、斎藤。電子ごろに照準合わせる感じになりそうですね。うん、なんか斎藤のいい上がりが続いているので、他三者はなんとか止めたいところかと思うんですが、うん、まあ、トーン一局だからね、いろいろあると思うけど、まあ、はい、日本二回上がられちゃってってなると。まあ、伊達さんなんか白は泣いてきそうだけど、あ、これで泣かなくなるかな。でもはい、リャンカンリャンもいいシャンテンですね。はい、いいシャンテンです。斉藤さんもくっつきだ。さあ今回も早いリーチが入ってくるのか。だいたいリーチになりそうですね。はい、これは難しいけど一枚切れ換算層、はい、換算層外してはあるな。これはここは浮きずにリャンズを切ってきました。斉藤のリーチが今にも飛んできそうだが、向かっていきそうな手なのはやっぱり伊達ぐらいですかね。うん、いいシャンテンなんで、はい、6球差入った時にね、あの、まあ、多分関数ピンでリーチ打つことになると思うんですけど、はい、これ難しいですね。リャンスを切ってるくっつき、はい、4のくっつきです。藤島さんだったら何切りますか。単用なんでやっぱりいいピンになりますかね。うん、うん、換算層でリーチ打っちゃう選手もいることはいると思いますね。はい、うん、今のところ僕もこうなっていそうですか。あ、うん、同じ選択になっていますかね。はい、さあリャンピンがアンコになる柴田。カンリャンマン決めた。はい、カンリャンマンいないんだよな。だってチーソー統一になって白のポンテン。いいピン切るかな。いうこともできますが、ここはめちゃくちゃ2がいいところ。あ、もうリャンピン決めました。ピンズのリャンカン選べないので。確実に良さそうな6球相当を先に決めた。はい、ピンズが高くてね、どっちのカンちゃんの本店の2000点も取りたくないっていうのがあると思いますね。どっちのピンズのカンちゃんもなんか不安定すぎる。さあその選択どう出るか。白は泣かないということになると思いますね。はい、もう決めた形になりますね。ということで泣かなかったですね。はい、はい、カンリャンピンが入ったらもうそれはどっち、あの、はい、引いてもピンズをどっち引いてもリーチになると思いますよ。はい、さあこれでまた選択。ピンいいピンになりそう。はい、赤の赤ウーピンを使える形に決めました。さあ斉藤はなかなかつかないですね。はい、お、一つ井さんいいシャンテンになった。一応トーンを切っていいシャンテンは一つ井。さあさらにメンツができて柴田もいいシャンテン。伊達はEピン親のアンパネルに残して、これはね、闇点ですね。はい、数万とドラのパーピンのシャンポン待ちは親の斉藤。なんと数万が2枚とも山です。さあ斉藤ダマ点の選択でしたが、ここは空切りをします。斉藤、このギリは、はい、しなくてよかったかもね。あ、そうなんですね。え、7切ってて今1が通った、はい、あのね、順目だから、うん、他から見たら、まあ、細かいこと言うとね、はい、そうそう。さあ伊達は白をあんこにしてさらに広い形になってますね。あ、4番ここに来たけど、あ、振り手の方残した、はい、これはさすがですね。さあ親の高いテンパイが入っていますが、お、伊達ここでテンパイですが、リャンマンを切って、リャンマンを切ってリーチの選択といきました。さあ伊達のリーチが入って、おお、ただここで、はい、サイトのツモ上がりとなります。タイヤをツモドラドラ、
4000は4200オールの上がりとなります。いろいろありましたがたどり着きましたね。いや、本当そうですね。さあ闇点入ってました。他から見ると結構怖いダマ点ですよね、今のは。怖いダマ点か。そうでもないですかね。まあだからね、その、はい、どのぐらい卓上で気配があったかとかは、うん、ちょっとここからはわからないですけど、まあまあ多分あの柴田さんなんあたりはちょっと気配気づいてたっぽいはっぽいですよね。そうですね、うん、何の統一を落としてましたね、うん。さあそして親番、さらに連チャン3ボンバです。斉藤親番ドラはペイです。斉藤親番でペイが1枚やります。1つ目は白が統一、キューピンも統一で両面もあって悪くはないか。柴田はメンツが2メンツできてますね。伊達はカウーマン使える形で嬉しいですね。ポジション点また斉藤のリーチ上がりがあるんでしょうか。さあこの白はこれは一対の仕掛けが入ります。白をポンして立ち位置ってことですね。はい、あこれもいいとこ入った。はい、ペンサンゾが入りました。伊達、ね、うん、仕掛けが入りましたがここはもう目いっぱいで、あただこれドラ打ちされた。一瞬点手広くなった。また来るのかとっていうなりってますよね。はい、うん、白一抜きの後にそこにドラのペーブつけてるわけですからね、うん、あいいの入った。これはパーソローソですね。はい、リャンマンがアンコになります。伊達シャンテン、はい、一つい嘘が入ってこれは嬉しい。あこれも嬉しい。あおリーチとしました。まあ6、7、8にしたかったですけどパーマン引きでももうプレッシャー込みでいきましたね。あ、伊達さんもドラ一発で打ちました、はい、一発でドラ切っていきました。まあ、まあ先輩じゃないんでね、一枚切れなんで比較的打ちやすい。2枚目のペイでした。さあ一つもここでテンパイカンチーピンですが、さあウッパーピン対カンチーピン、あこれどっちも当たりのやつ。このパーピンはどっちも当たりでどっちから行くかで、ここはイーソーを切りました。なんですよ。はい、さあこのリーチを切って展望に余裕のある斉藤は折りを選択でしょうか。いやそれはまだ分からないですよ。まだ回ってみただけですか。そうですね。うん、おさあローソーがくっついたか。でもこっち今打つってことはだいぶ引き気味ですね。はい、さあキューピンがアンコになって一つい、チーピンとパーピンの待ちに変、これは伊達さん助からないやつだ。そうですね。さあこのチーピン切りますがこれが通らず一ついの上がりとなります。ハクのみなんですがテンパネするので1300は2200の上がりですね。テンパネする、あれテンパネする、いやキューピンあんこじゃないのでテンパネしません。大変失礼しました。まあまあキューピンあんこなんだけど、はい、あのねチーピンで飲んだ、そうですね、パーピンで飲んだとテンパネするんだけど、はい私勘違いしておりました。はい、はい、失礼しました。伊達さんもねうまく打ったけどね、うん、はい。さあ親番がようやく流れて一つが親番でドラ E ピンなんですが早速仕掛けが入っております。柴田の打った白に斉藤がポンをしています。柴田さんいいシャンテンですね、両面両面。さあポンをした斉藤の手配はこちらとなっております。まあまあゆったり本一ですか。はい、さあこの白はもう斉藤に流れている牌ですが手の内に残します。さあ斉藤は本一に向かって一直線です。さあリャンマンがアンコになります。好きですね。はい、来たらねチーソーの方にくっつけてタンヤオぐらいはつけたいですね。はい、上の一つ井さんはちょっとまだ遅そう。あ、これでリーチですね。はい、柴田は、ね、転敗しました。町はウッパーマン、パーマンだとイーペイが追いつきます。さあ、伊達も追いつきました。町は老朽層でリーチとなります。ローソは高め。さあ、斉藤、そのリーチを受けてイーソーを切っていきます。
親の一つ岩チーマンが入りますが、ちょっと追いつけるかどうか微妙なとこですね。うん、ちょっと遅いかな。さあ斉藤は自敗を切っていきながら様子見ですか。これもありますよね。別に自敗いっぱい抱えておけば降りれますっていう意味合いもありましたね、はい、あとさっきの仕掛けにはね。さあだって積も上がりました。高めを積も上がりましたね。リーチ、タンヤオ、積も1000、2000の上がりです。まあ上がり取れてひとまず良かったですね。裏ドラ欲しかったですけど。そうですね。一方で柴田さん結構きついですね。両面転廃が3回上がれてないんで、はい、はい、ちょっと嫌な雰囲気感じてるでしょうか、うん、感じますね。はい、さあトーン3曲柴田の親番でドラはまたしてもペイです。4回かトンパツも仕掛けでテンパったもんな。はい、このポンテン昔のサブローソーでリーチ打って前曲もねチップが崩れちゃったけど先制リーチ打って、はい、今回も先制、あ、結構これはあんまり良くないですね。そうですね、スピード的には負けてないんですが、うん、上がりには結びつかずと。さあただこの今回の手配赤嘘もあってなかなかいい手なんじゃないでしょうか。そうですね、うん、親だしここもまあ行くでしょうある程度、はい。さあ一つ家の方はなかなか親番もさらっと流されてしまいましたがどうなるか。三層アンコウになりますがこれはちょっと選択がファーストを切ってきます。さあドラドラになってる斉藤、テンパイだ。もうリーチだねこれ多分。ドイツになります。ドラドラのチートリーチ、ションパイの方にしましたね。チューンは一枚切れでしたけど、はい、ションパイの初でリーチをかけました。そしてションパイの初の方が全部ヤマト。あらー、わ、来た。あー一発で使います。うわしっかりしてる。はい、聞いたくなっちゃいますね。さあトンが統一になります。一つい難しいけど何なんか急走打つか。前順に急走切ってます。一つい、ここは急走をさらに切ってきます。うん、柴田さんをもう押していくと思いますねある程度、はい、あー抜いてる。ここは冷静な判断です。だってさあ、また急走持ってきます。きたー、甘露ピン切れて甘露走待ちで転廃は柴田。どうぞ今伊達さんのとこに行って、はい、あーさらに初が、あーこれはスイッチ抜かれた。打っていきましたが一つこれは宝珠となります。サイト流りリーチチートイドラドラで裏はありません。8000点の上がりです。うん、ちょっと有力なアンパイがなかったですね、はい、さんも。いやこれは誰、よし柴田さん結構きついね。頑張ってテンパイまでまた行ったのに。そうですね、甘露草待ちでテンパイはしてたんですが。さあ親番変わりまして、伊達の親番ドラは数層。さあ斉藤自敗がすごく多いです。これ一つは赤となってます。しかもドラも手の内にあります。赤ドラドラは一つですね。さあ縦この手難しそうですね、うん、まあ悪くはないですね。はい、ドイツでメンツ手もある。はい、さあ斉藤はトンとこちら何も地風となってます。仕掛けはあるんでしょうか。なりそうだよね。はい、ここが一番いいですね。一つ井さんの手配が今回は。そうですね、宝珠に先ほど回ってしまったのでここはなんとか。これでチートイスのイシャンテンにもなった。はい、メンツであるやんシャンテンか。初かウーソ、ここは初と行きました。まだメンツでも残すってことですね。はい、これでこっちもチートイス。はい、またチートイがあるのか。さあ一つでこの手ドラドラ赤はなんとかものにしたい。あ、柴田さんもまとまってきている。はい、ヤンシャンテン。さあこれはウーソーになりそうだね。ウーソーチーソー打つと思いますよ、うん、ドラがスーソーなので悩んでるんですかね。赤ウーソーあるから。あ、そうですね、はい、ここはチーソーから切ってきます。ドラがスーソーっていうのもありますか。はあ、一つ井のこの手、うん、一つ井さんはこれで仕掛けもありますね。はい、チーマンあたりはチーだと思いますね。うん、そのチーマンはここに統一。
あら、さし、あらららら、さらに赤。赤さん、まあ、パーマン、トーン先打ってもいいし、はい、ローマンから行く手もあるし、ここはローマンから切っていきます、うん、赤は絶対使ってやるぞっていうローマン切りですね。はい、仕掛けはどこからだったら、これは、もう全部、いや全部 、はい、していいんですよ、全然していいと思いますよ、はい、うん、だから一つじゃんがどうするか、例えばね、そのドラマタギのサブローソーはね、今ドラ表示に1枚とローソーも1枚出てるから、はい、もう急所だと思えばチーするし、はい、サブローソー仕掛けないと、あと他仕掛けないってなっちゃうんでね、はい、うん、あ、もうスチーピンから行きましたね。はい、ここはスーピンをチーしてトーンを切ってイーシャンテンは一ついです、うん、まあ、チーでいいと思いますけどね、はい、だってハネマンですからね、仕掛けてもね、いや、そうですね、この手は、あー、だがここで伊達は天敗、まあ一旦ね、ローピンの肩上がりにしておいて、ツモリス、スワンコを目指すやつです、うんうん、あ、スーピン2枚目、どうするかな、ポンは下していきました、伊達ポンして、トイトイと、はい、待ちはウーピン3番で天敗です、伊達、まあ、引けば4000オールですからね、はい、うん、あ、スッチは泣けた、さあ、これで一つも天敗です、待ちはサブローソー、ハネマンは上がりたい、タイヤを3色、赤3ドラドラ、3色もついちゃうんですね、ついちゃうんです、あ、おっと、これはツモ上がりました、1つ、これは嬉しい、はい、タイヤを3色、ドラドラ、赤3、3000、6000の上がりとなります、ちょっとずるいですね、いや、羨ましいです、これは、はい、かわいいネクタイを着はしております、うつい、かわいいですか、あれあれ、そうじゃないですか、いちごのかわいいネクタイ、かわいいですね、あれかわいいなさあ、親番変わりまして、難一曲ドラワトン斎藤の親番となっております、カンパーマンが第一相撲で入って気持ちいいですね、これは、さあ、今上がった一つ絵は1、2、3万一面ずつできてます、さあ柴田まだ上がりがありませんが、この手どう仕上げていくか、伊達は赤運送が使える形、うん、シャンテンだね、もうね、はい、斉藤今回も試合式あるから2万からかな、はい、そうですね、さあカンパー層が入る一つい、うん、下3色や、まあ、ちゃんと純ちゃんなんかも見えなくはないけど、どうするかですね、はい、一通もあるから数層は打ちづらいけど、あ、下3色はもう見切るんだ、ん、3色は見ずに2ピンを切ってきます、さ、柴田も3層が入ってメンツが増えます、うーん、これは手広さでも急層いきそうですね、はい、7、8、9の3色はここで見切ります、あ、想像の一通かも、3色は見切ったが、一気通貫がありえるか、柴田さんは差し子の3色を見ていきたいですね、はい、3番つもなら、これはウーピンか9ピン、もしくは9万なんかもあるけど、さあ、ここは9万を打ってきました、まあ、これはローピンパーピンの時にピンフになることが大きいですか、うん強いシャンテンですけど、3万立てはあんまり嬉しくないですね、はい、あ、ここドラドラになりましたね、ただナンバ、ここはナンバですが、何切っていきました、まあ、ちょっと裏目だけど、さあ、白が統一になります、一つい、ここはシンプルにウーピンを切っていきます、さて、メンツが増えて、はい、ドラドラの手配、うん、チーピンはね、こう、ここにあんこなんで、これはいい選択になると思いますね、そうですね、さあ、先ほどちょっと痛いね、はい、ウーピン切ってしまいました、うん、切りました、あ、これで柴田チーピンが入ります、おー、イーシャンテン、まあ、イーシャンテンはイーシャンテンか、はい、だけど、イーピンの統一落とし、うん、ちょっと打点も見たってことですね、工夫します、まあ、打点見てますね、単野をつけに行ってる、はい、まあ、瞬間2ピン引けばウッパーピンのテンパイ取ると思いますけど、はい、ローマン周りにね、くっつけて面単ピン狙い、これでイーピンでレアシャンテン戻しですね、はい、ただ広いシャンテンですね、あ、リャンシャンテンですね、広いリャンシャンテン、はい、まあまあ、そうか、あの後継のリャンシャンテンと言って差し支えないかと思いますね、ありがとうございます、さあ、ドラのトーン持ってきた、一
別にも全順ドラのトーンを持ってここに残してます。まあ、そうですね、赤ウーピン込みでウーピンが2枚切れちゃったことで、はい、斉藤さんはウーピン切りになりましたね。はい、それでトンタンキかチーピンパーピンかですけど、さあここはトンタンキを選択してリーチ。さあ一つこのトンが残ってます。白を問いつで落としていきました。まあ、まあそうなりますか。そうなると斉藤の町のトンは山にはもうありません。このリーチ受けてドラドラ赤のこれ選択ですね。9ピンは現物なんですけど、はい、やっぱ宣言牌9ピンウーピンが落ちてる川に9ピン宣言牌なんでパーピンがねやっぱり打ちづらいんで今ちょっと考えてますね、はい、9ピンパーピンっていくルートがちょっと安易な感じがするので、はい、リャンマンイーマンっていう風に落とそうかを今検討中ですね、うん、伊達さんは。そうですね、リャンマンになりましたね、はい、ここはリャンマンを切ってきました。リャンマンは安全牌となっております。これは行きますよ、リャンウーパーソ。はい、行きますかね。柴田テンパイ入りました。リャンウーパーソでリーチとなります。これはさすがに勝てますね、柴田さん、ね、そうですね。もうこれは、はい、これはさすがに大丈夫ですね。はい、斉藤の町は山にはありません。7対0です。はい、7対0、はい、さあまたこれ一発で積も上がりたいですね。できることならね、積もって裏ドラか、はい、一発も欲しいですけどね。さあ一発ではありませんでした。毎回テンパってますからね。はい、さあ柴田はローピンアンコを右に寄せて、これは勝負ですね。パーピン勝負でトンと E1 のシャンポン、はい、でもトーンはいなくて E1 が1枚。はい、これは決着つきそうですね。まあつくね。はい、つくよね。0対1対77のままかな。あ、嘘キャッチ。ここで嘘が出ました。柴田の上がりです。リーチ、ね、タイヤを裏が乗りました。リーチ、タイヤを裏なので5200の上がりとなります。まあまあまあ伊達さんもね、まあ打点があるんで、はい、見合うってことですね。はい、まああれぐらいはいかないと話にならないでしょう。そうですね、この展望で。さあようやく柴田上がりをものにしました。曲が変わって何2曲一対の親番ドラはチーピン。あんまり良くないな。ドラドラだけどね、配置が、ドラさんか、ドラさんだけど、配置がちょっと、まだ、あ、そっか、でも、なんとかなりそうか。各社手は、なんか、すごく早いっていうような手の人は今のところいなさそうですが。伊達さんなんですけど。はい、ドラ3枚、あんことなっております。斉藤は先ほど、カンパーピンを引き入れて、形がいいですね。柴田も関連層を入れて一歩前進。これは嬉しいかな。はい、自然にね、単葉になれば仕掛けも効くしいいんですけど、はい、できれば最終的にEピンを統一で落として、うん、単葉をドラさんが本戦でしょうか。こちらの手牌です。白が統一になって、これは嬉しいか。いろいろある。チーソーまっすぐもあるし、はい、スーピン1枚ホグスもある。さあここはチーソーをシンプルに外していきました。おお、これいいね。さあ楽しみの手配、柴田さんのところに1枚あるんですぐ泣けるかもしれない、はい、どのタイミングで打ち出されるか。あ、もう出た。出ました。そうするとね、親の一つ井さんのウーピンがかなり危ない、はい、かなり危ないですよ。白をポンしてスーピンを切って、テンパイは伊達、町はリャンウーピン町、という間だね。あ、これですね、リャンウーピン。まあ、今とりあえず大丈夫だけど、はい、ウーピン何かくっつかなければ宝珠濃厚でしょうか。そうですね、まあターツの切り替えがうまくできれば、今カンリャンマンターツがね、一応カンちゃんターツで持ってる。はい、おっと、これでドラ受けができます。ドラ受けだけできたんで、とりあえず宝珠回避できそうですね。はい、
ただウーピンが3枚いるんですよね、山にね。3枚もあるんですね。で計4枚。あ、さあペンチマン入りますし、ペンチマン入った、いいシャンテン。さあ、スーマ持ってきて、これはから切りをしていきます。ますね、はい。まあまあ、ポン出しのそば店になっちゃってるってことで、それをぼかすのもありますか。はい。あ、お、完了マンが入りました。これはなんかマンズに手かけそう。チーマン、はい、そう、チーマン9万になりそうですね。さあ、柴田も直行系になったけど、はい、スーピンから打った仕掛けの現物、はい、これはウーピンが入ってきたら宝珠になってしまうか。さあ、一つでも手が良くなってきていますが、追いつくことはできるのでしょうか。さらに選択。まあ最初手出し数万ですね、20万前の、はい。で、ソーズは全部通ってなくて、はい、2層も3層も無筋。イーソーは通っていた、通ってはなかったけど、通ったか、通ったのか。一つ井さんが通したのか。はい、さあ、9ピン引き入れた斉藤ですが、さあ、トンも残していきました。伊達は白のポンを入れてます。後々に備えて、今回は出番じゃないってことですね、斉藤さんはね。ちょっとお休みですかね。ままつつさあ、ウーソーが入ってきて、また難しいですが、先ほどイーソーを全順切っております。ここは9万を切って撤退。撤退でした。はい、伊達のつも上がりとなります。白、ドラさん、2000、4000の上がりです。これは結構、柴田さんはもう、ものすごく場が見えてる、はい。のが分かりましたよね、今のでね。はい、にゃんめんにゃんめんだけど、もういいシャンテンだけど、もう仕掛けが高いのをもう分かっ、カンパしてましたよね。はい、まあ30目のパーピン手出しで、ドラのチーピンがなんか固まってそうってところから、はい、ラス目の1泣きですよね、はい。これはだからドラが固まってる高いケースをすごい想定しやすかったとはいえ、しっかり受けてましたよね。はい、うん。さあ、親番変わりまして、南三局、柴田、親番で、ドラはパーソーとなってます。一つパーソーが入ります。柴田、この手牌、ちょっと苦しそうに思うんですが。まあ、幸いにも早い人がいないので、はい、時間はありそう、うん。めちゃくちゃ早い人がいないんで、誰も。はい、ポイント下3者はもうかなり、ポイント僅差になってるんですけども、まあ一つ二着争いは争点だと思いますね。はい、さあ、伊達、赤嘘があります。斉藤はチュンが統一になる。ここは名を切ってきます。一つメンツが増えて一歩前進。9ピンが並ばれ、まあそう、大事な9ピン選んだんですけど、はい、8、9、9から9選んだらかぶっちゃいましたけど、いや悲しいですね、あれは。まあそうですね、どこに手かけてもロスがあるんで、9ピン切りになる人はかなり多いと思います。はい、要は単野を、残りの配置がね、全部単野を配なんで、っていうことがありますよね、これはね。はい、さあ、柴田の手に自配が寄ってくる。メンツなしで選択、ちょっと難しいけど、両面をとりあえず作る。はい、はい、固定しました。ローピンは嬉しいね、これ。はい、三面茶の受けができます。まあ、ただ9ピンが3切れなのがすごい嫌だったから、ローピンから埋まるのは結構嬉しいっていうのはありますよね。あ、これは一色ですね、柴田さん。ソーズに寄せていきました。おお、これ赤ウーピンが入って打点も見える。まあでも斉藤さんからすれば、はい、この局はさばければ全然嬉しいんで、まあまあチュンはね、泣いてないですけど、うんうん、打点よりは、打点よりは上がりやすさが欲しいってことですね。はい、あ、でもドラ切りましたね。イーシャンテニアしました。はい、最後の9ピン引き入れました。うん、そうですね、だからもう泣くんじゃないですか、イーシャンテンまで来たら。はい、チュンだけじゃなくてチーマンも泣くんじゃないですか。あ、でも役なしのペンチアンだけはやめ、取り玉ですね、いわゆる。はい、あ、イーシャンテン来た。2差しのイーシャンテン。3ピン、リャンワン。リャンソーから打つか、パーワンから打つかですね、これは。さあ、どちらから行くか。
これは単純に安全度だと思います。はい、リャンソーから切ってきました。斎藤からやっぱりドラのパースを打たれてるのでみんなそっちの方を気にしているんでしょうか。ただ斎藤さんだけはもう 展望がいらない立場なので、はい、斎藤さんのドラ切りはそこまでそのなんか緊急事態ではないです。テンパイが入ってるかどうかまではちょっとわからないよ。そんな遅くないのはわかりますけどね。はい、さあここは3万から切りしていきます。スイマーを打たれてしまったんですね、親の柴田さんにね。ちょっと感触は悪いけど、さあただそのチーマンですが山に残り2枚となってます。1枚だけ。1枚ですか。伊達さんが1枚持ってるかな。2枚切れの1枚持たれ、大変失礼しました、ありがとうございます。さあパーピンを持ってきて、やっぱりこれはリーチはしてはいかないんですか。しても良かったんですけど、はい、闇天にしてるうちに1枚打たれたんでもうしないです。もうしない。打たれてからはさすがに、うん、その代わりチューンが出たら短期待ちにする予定のはずです、はい。ただ今9万が3枚とパーマン2枚出てるんでちょっと分かんないですけど、役割にはしたいはずなんですよね。はい、だから前順のねパーピンでちょっと考えてたんですよ、はい、外すかなみたいな、うん、外す選択も結構ありましたか、うん、あ今外しましたね。ここで外しました。とにかく2枚切れのペンチワンにはちょっともう価値がないってことですね。あ、ひとついさん天敗だ。はい、換算ピの天敗が入ったのはひとついです。柴田さんも名本チートイのイシャンテンまで来た。さあ、だってなかなか手が進みませんでした。赤嘘ありますが、ペイは安敗でローピンの危なさを今精査してますか。はい、時間を使って考えます。ここはイーマンを切ってきました。3ピンはね、場に2枚出てるんですけど、はい、ピン図が結構安く見える状況なので、はい、これはやめてんの方が、あ、これ危ないな。あ、でもローピンからやめてるんだ。そうですね。そうかそうか、ひとついさんの最終手だし、数ピンだったのか、とかもあるし、一応、ドラ切ってるトップ目の斎藤さんにも無筋、はい、ということでローピンからやめてた。おかげでこの3ピンが止まる。これは素晴らしいプレーですよ。ファインプレーとなりますね。うん、すごいいいと思いますね、これは。さあ、一対の町の三ピンは山からはなくなってしまいました。あ、注目はここの柴田。これね、あれですよ、統一落としなんで、はい、次チューン狙われましたよ。そうですね、斎藤さん、これチューン打っちゃいますよ。地獄探求、これは地獄のチューン、あ、出ました。出ちゃうな、これは。お見事、柴田さん。はい、さあ、柴田の上がりとなります。チートイ本一ドラドラの上がりとなります。1万8000の上がりを消えました。この報酬は斎藤痛い。これはすごいお見事ですね。はい、しばらくずっと辛い展開が続いたので、この上がりは柴田、うん、まあ柴田さんぐらいの実績者になると、はい、今の間は統一落としだっていうのが結構分かったと思うんですよ、うん、あのだからね、はい、自敗の統一落としの時は、はい、降りてる時間を作らない方がいいっていうのはありますよね。はい、いやー、うん、今のはお見事でした。それでも地獄のチューンにはしそうなんですけどね。はい、うん、いやー、親番レンチャンとなります。柴田の親番ドラはウーピン。さあ、その柴田赤嘘もあっていい手配です。とてもいい宝珠に回ってしまった斎藤はチューンが統一、メンツはありませんがドラ受けが今できましたね。さあ、初と難が統一、一つこの手泣いていくことは、あ、初が打ち出されて1枚目から泣いていったのは一ついです、うん、1枚目か。はい、ね、まあ、もう一組役牌があるから、なんか相撲によっては打点もつくから、とりあえず1泣きしとこうってことですかね。はい、だから何もポンすると思いますよ。あ、そうなんですね。今はね、今出たら、まあでもそうなるともう天敗なので多分泣かないですけど、はい、だからそのドラのウーピンとか引けばシャンポンに変える
とかはあると思います。はい。さあ、初ドラ1のテンパイが入っているのは一つ。中2枚目が切られましたが、斎藤ポンはしませんでした。でね、やっぱりそんなに安い仕掛けには思えないんですよ。親打ちの3番手の位置泣きなんで。あ、さあ、チーピンが打ち出されました。一つの上がり、初ドラ1、2000は2300の上がりです。姿向上となります。逆にドラまたぎは、まあドラドラ以上でしょって思えば、はい、ドラまたぎは投資に行きやすいというか、そういう読みが入っていれば、うん、ということで放銃になっちゃいましたけど、はい、オーラスですね。はい、曲が変わりましてオーラスです。伊達の親番ドラはシャアです。さあ、そのドラのシャア一つポンしていきました。負けたんだ。はい、地風なので役になりますね。ね、まあまあ斎藤さんはこれは8000までは飛び込めるので、はい、っていうのもありますね、うん、はい、先ほどの一つの柴田からの上がりで斎藤また満貫まで補充できる点差となっております。そのチーした。これはどうするんだ。ウーマンを切ってきました。かなり攻め気のあるというか、ウーソーが縦に来てた。まあ、泣くのかな。頭なしの時ね、結構、はい、手詰にすると結構その最終形が悪くなっちゃう可能性が高くなるから、はい、シャアはポンするけど6級差吹かすとかは全然 あるんですけどね。さあ、斎藤ローピン持ってきまして三面ちゃんの形も作ることができるんですが、何が切りづらいですか。何はね、あの1枚切れててドラ表示1枚だから安牌として残したいんですよ。安牌何を切らない前提の何切るですね。はい、ここはイーソーを切ってきました。まあ風呂刺しちゃってもいいかなっていうのも込みですよね。はい、ただ赤持っててハネマンって言われるとめちゃくちゃ寒いから その辺の精査がはい、入ってると思いますね。斎藤さん視点で満貫は打ちたいんですよ、むしろこの展望状況だったらですよ、うん、はい、でもハネマンって言われると一気にこう3着に落ちちゃうから、はい、話が変わっちゃいますね。それは赤のね居場所だけはすごい気になる局にはなってるんですよ、はい。まあ、伊達さんはね親ラスメの親なんで粘るために地位ですね、地位の一手だと思います。カンチーピンをしていいシャンテンは伊達、うん、あ、これでくっつき、これで大イソですね。はい、はい、ウソとチーピンのくっつきのいいシャンテン。あ、テンポ合いだ。はい、だって換算ピンを引き入れ三層ローソンのシャンポン待ちとなります。斎藤さんもこれいいシャンテン。はい、どうするかな。まあドラガシャアの曲でまあそうか、安牌持ってたいってことか。はい、数ピン切ってきました。安牌はまあ、持たなくて、まあそうか、柴田さんがリーチ来た場合にやっぱり打ちたくないはあるのか。はい、まあテンパイだ。アンチマン5200、チーマンは0、山に。あ、そして一つもテンパイ貫老荘待ち。老荘な点、伊達はこの手ローソンに横伸びがあったら宝珠もありますかね。食い伸ばし考えてんの。カンチーマンからスッチーマンですけど、はい、両マン打ちして、まあ、チーマンがね0枚だったからこれはこの場面にだけ関しては、はい、いい選択にはなったと思いますけど、はい、一概には毎回これはいいとは言えないですか。あんまり泣かない方がいいとされる。あ、老荘だ。あ、無理だ、これは無理だ。ここで老荘が打ち出されます。これは一ついの上がりとなります。シャア、ドラ3、赤、8000の上がりとなります。はい、それではトップから、はい、斎藤、2着に柴田、3着に一つい、4着に伊達の並びで終了です。
はい、というわけで63回戦が終了いたしました。続いてこの後64回戦です。